うん。特に怪しいものはないか。いや、もう少し調べてみた方が。何やら物音が。おかえり。夕げの支度はできているぞ。どうしたのだ？そんな間の抜けた顔をして。見ての通り、夕げの支度だ。後輩が先輩のお世話をするのは当然だ。今後も何かとお手伝いできれば嬉しい。夕げを作っておいたのは正解だった。あ、いや、失礼。ちょっと考え事をしていた。それでは私はこの辺りで失礼する。風など召されぬよう暖かくして床についてほしい。
ね。音もする。頑張ってください。死なない程度に頑張りますか。のこのことご苦労。Thank you.
っしゃ、叩き潰せ。圧倒的大勝利だ。さすがにやるな、お前ら。ああ、てめえに評価される筋合いはねえな。そう突っかかるなよ。相手は大曲時の英雄だ。英雄だ？なんだ、俺を知っているのか。有名人だからな、あんたは。うちのお頭と鬼門を封じたって話だろ。鬼をぶっ殺したらたまたまそうなっただけだ。噂ほど大した話でもない。むしろおかげで死にかけたな。危うく三途の川で寒中水泳だ。そりゃ災難で、俺も戦線が一緒ならな。お帰りなさい。お、歌方の看板娘のご登場だ。ただいま、ゆうちゃん。ずいぶん早いご帰還ですね。さすがです。あなた、ゆう殿か。すみません、どこかでお会いしましたか。覚えておられぬか。8年前あなたに介抱していただいたものです。あ、もしかして相馬さん。その節はお世話になった。
改めてお礼申し上げる。びっくりしました。8年前にお見送りして以来ですね。お元気そうで何よりです。お美しくなられた。え？お美しくなられただ？ずいぶん態度が違えじゃねえか。ゆうちゃん、気をつけろ。このおっさん、野獣の目をしてるぜ。誰が野獣だ？しばくぞ。まあ待てよ。わかるぜ、あんたの気持ち。何？ゆうちゃんはみんなの人気者。誰かが独占していいものじゃない。あんたはただこの子を見守りたいだけ。そうだろ？ほう、少しは話がわかるな。まあな、だから安心しろよ。俺がきっちりゆうちゃんを幸せにしてやるぜ。ふざけるな、害虫が。ゆう殿に近づいてみろ。そっくり跳ねて異界に転がしてやる。そこまで言うか、普通。いや失礼した。伊吹、俺とお前は親友だな。さっきまで殺そうとしてなかったか？ったくバカかこいつら。